ありがとう。ありがとう。ありがとう。止まるな！
役に立てたよ。これはまた、金銀財宝。これを、ま、多分そうなんだろうけど、お金に名前書いてあるわ。何かあるだろう。探そう。いえ。エリン、どうし、これは、ああ、き、間違いない。え？そうか。決まりだな。はい。ここにあるのは町の人たちから、あの男は、これを全部例外に備えるために使った。許せん。町のみんなが、ど、ローガンさん。兄さん兄さんちょ、どうしたんだよ。これでやす。こりゃ、この感じ、あの、はい。うん。あ、それに、また別の力。星のし、ああ。さっき。今度見えたのも、なんかと叩く、なんだろう。すっげえ。この本も支部長が隠してた。そこまではわかり、もしそうだとしたら、この本、タコ野郎に聞くことが増えたみてえだな。よし、帰るか。マクートの悪事の証拠もつかんだしね。礼ならマクートをへこませてからでいい。そうだな。そこまでだ。何？マクート、どうして。愚かな奴らよ。何、お前たちが今夜ここに来る。またかよ、そのネタ。俺たちが鉱山に向かうのをたまたま見る。図星か。ええ、うるさい。お前たちがここでわしの暗殺。うわ、暗殺計画だって。ええ。支部長閣下。失礼ながら本暗殺の謀議とは真実な。何を言う。教会支部長であるわしの言葉がし。リリアムさん、騙されるな。その男は教会の。なんと。証拠ならこの鉱山の中にある。耳を貸してはならん。こやつらは私。ふん。ありもしない予言をでっち上げてるのはどこの誰。で、黙れ黙れ黙れ。しかし、しょうがねえ。
バカな。さーて、タコ野郎。待て、お前たち。なんでそんなこと聞くの？すべては。いや、言ってみろよ。わからん。わかるわけが。お前には未来なんか。そうだ。教会の予言。わしがここの支部長になってからはいつでも。では、今まですべて、この、支部長閣下、ヤンマクド。最低位階への降格と、教会本部での無期限再。あのさ、よくわかんねえけど、それって、どっかよそに連れてって。仕置きと言えるかどうかはわからんが、本部に。納得いかねえ。だってそのタコは、グレーリッツ、罪滅ぼしなら、おう。でしたら、無理。私に考えがあります。本部には。